ベトナムに入ってから道が激しくなりました、逆に揺れすぎて全然酔わないっていう、もはやアトラクションですね。スリーピングバスっていうなんかこんな感じでございます。ラオスとベトナムの、はい、午後1時バス乗り換えるっぽいです。本当に穴に落ちてんじゃないかって謎の場所に着きました。はい、こんにちは、ラオス7日目の夕方でございます。今ね、ラオス第2の都市ルアンパバーンにいるんですが、今日はついに、旅の終着地点となります、ベトナムのハノイに長距離バスで向かいたいと思います。そんで今なんで歩いてるかっていうと、ルアンパバーン市街地からバスターミナルがね、まあ歩いて40分ぐらいかかると思うんですけども、はい、歩きます。はい、こんな感じで、バックパック背負って、で前にはバッグ背負って歩いております。で、私が今回予約したバスはですね、ここルアンパバーンからハノイまで、距離にして約 600km、 実際は山の中とかなんでくねくねしてて、まあ定かではないんですが、はい、それくらいの距離だと聞いております。そして驚くべきなのがその時間ですね、ここルアンパバーンを夜の6時に出発します。到着予定時刻なんと明日の午後8時でございます。はい、1日と2時間。私この東南アジアの旅必ず陸路で移動するという強い信念を持ってますんで、何としてでも国境を陸路で越えて移動してみせたいと思います。なんといっても、飛行機よりも半額以下で行けるんで、まあ時間だけはあるよって人は、バスの方がおすすめだと思います。といってもラオスは東南アジア最後の秘境と言われておりますので、ラオスとベトナム間の道がねまだ完全に出来上がっていないという情報を見ました。それゆえに、知る人ぞ知る地獄の長距離バスという風に呼ばれておるそうです。という感じでね、ラオスからベトナムへの陸路での国境越え26時間に及ぶ長距離バスの様子をねお届けできたらと思いますんで、はい、ラオス屋台の買い置けマシーン今日もフル稼働でございます。はい、着きました。ナルアンバスステーション、おそらくここだと思いますが、係の人に聞いてみたんですけど、ここじゃないっぽいです。向かいにありました、インターナショナルバスステーションって書いてありますね。はい、あっちじゃないです。こんな感じの場所ですね。まあぽいぽいぽいとこに来ました。今回このね12号っていうサイトで予約しました。ここの受付みたいなとこでねチェックインできました。でパスポートと一応ね e ビザを、見せてということで見せました。これっぽいわ。今回予約したのがスリーピングバスっていう、席がね寝れるバスなんだよね。はい、15時13分、搭乗開始しました。靴はね入り口で脱ぐっぽいわ。バスにしては珍しいですね。田舎はこんな感じでございます。バッグは、下に積んでくれませんでしたが、はい、どちらでしょうか。あ、バッグは一番後ろにまとめてありますね。こんな感じですが、どこでもいいんでしょうか。これは、はい、今乗り込みましたが狭足はね、足は伸ばせないね。狭すぎるんで、今2階に移動しました。誰も2階の席は誰もいませんが、さっき一番後ろの席だったから、あの椅子がね座席が倒せなかったんですよね。なんで上来れば、まあ、めちゃくちゃ天井低くて頭当たりますね。はい、まあ、まだここならマシですね。はい、まあ、斜めにしても足は伸ばせないっていう感じですが、はい、5時45分、バス動き始めました。はい、今から地獄の、約1日長距離バススタートでございます。
出発して10分早くも山道でございます。上下左右に揺れてます。はい、日が落ちて外が暗くなってきました。そして雨が降ってますね。出発して2時間ちょっとぐらい経ちました。休憩っぽいっすね。夜ご飯タイムって感じかな。あとね、車内冷房ガンガンでクソ寒いです。はい、トイレは、こんな感じで流すタイプでございます。はい、さらに2時間経ちました。トイレ休憩っぽいこんな道端で、トイレはありませんが、立ちションしろっていうことだと思います。はい、はい、時刻は、深夜1時10分です。トイレ休憩っぽいですね。止まりました。はい、そして夜になってもこの電気はね消えないっぽいですね。なんで、アイマスクとかあった方が良さそうっすね。はい、時刻は5時47分、バスが止まってで寝てたんですけど、起きたらチェックポイント来てます。おそらくラオスの出国ポイントだと思います。で、多分ね国境がまだ開いてないから、ここでエンジンを止めて開くまで待つんだと思いますね。でね、夜は正直ね揺れにはもう慣れて、寝れたんですけど、ほとんど寒さとの戦いでした。クーラーが寒すぎてね、本当に極寒でした。はい、7時15分出国手続き開始です。出国手続き終わりました。犬がいます。はい、そしてどこに行けばいいんでしょうか。ラオスとベトナムの国境はこんな感じでございます。ここがちょうど間なんだよね。で、あっち行くともうベトナムっていう感じでございます。はい、ラオスベトナムボーダーと書いてあります。はい、ここでおそらくベトナムに入国です。はい、そしてこちらがベトナムの入国審査。はい、ベトナム入国完了しました。そしたらまた、ここから10時間ぐらいかけてハノイの方に向かっていきます。はい、今、乗客全員の出国手続きが終わって謎の待機時間なんですけども、今思ったんだけど、国境開くのを待つぐらいならさ、出発時間を少し遅らせればいいんじゃないのって今思ったんだけど。やっと来たわ。かれこれ国境に着いて2時間半ぐらい経ちましたね。はい、また乗り込んで出発です。はい、出発したと思ったら、ものの30秒ぐらいでバスが止まって、朝ごはんを食べるらしいです。よし、はい、8時50分、本当に出発です。
なんか道端で止まったけど、なんか問題発生のようですね。修理してます。ベトナムに入ってから道が激しくなりました、逆に揺れすぎて全然酔わないっていう、もはやアトラクションですね。かれこれ45分50分ぐらい、なんかカチャカチャやってて、ようやく出発しました。はい、午後1時、お昼ご飯フォー屋さんに来ました。しかし私ベトナム丼を持っておりませんので何も食べることができません。はい、時刻は4時40分。なぜか道端で止まってます。はい、もう30分ぐらい止まってます。わお。はい、なんか全然バスが動かないと思ったらバス乗り換えるっぽいです。なんでや、壊れたんかな。こっちに乗り換えるっぽい。荷物を下に乗せ替えてる。これ全員乗れる？これ？これ全員乗れんのかこれ。はい、時刻は6時45分ですね。夜ご飯休憩っぽいです。はい、こんな感じの場所で降ろされました。Thank you。 はい、夜10時半謎の場所に着きました。はい、結局1日と4時間半かかりましたが、無事ハノイに着くことができました。そしてこっからね、どうやって市内に行くかなんだけど、まあその辺はいいでしょう。で、まあ感想としてはね、そんなに、寝台バスだったんできつくはなかったかな。まあ一緒に乗った人たちともね、いい感じに絆が芽生えて楽しい旅でした。まずいホテルが見つからなすぎる。今周りの人に聞き込みをしてるんですけど全然見つからんわ。ここ今ね、ここって言われたんだけど本当なんかこれ、こんなことある？絶対違うでしょ。ここなんかな、ちょっとよくわかんないけどここっぽいわ。はい、無事ホテル見つかってチェックインしました。謎に大きなベッド2つのツインルームでございます。はい、こんな感じでエアコンもついてます。で、水は有料っぽいっすね。はい、で、お風呂こんな感じで、床なぜかびしゃびしゃですが、はい、こんな感じで、すごい無駄に広いです。はい、そんな感じで、今日は寝たいと思います。おやすみなさい。